ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画は2019年下半期パクユー的アイドルソングベスト5です。2019年下半期、この半年の間に、僕が生活の中で耳にした曲の中からこれは素晴らしいと思ったアイドルソングを、ランキング形式で5曲皆さんにご紹介します。今回は、視聴者の皆さんが選ぶベストアイドルソングっていうのも募集しておりまして、僕が耳にした曲と皆さんから教えていただいた曲合わせて、その中から5曲選びました。企画に参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。コメントで教えていただいた曲は全て、聞きました。僕知らない曲、聞き逃してた曲たくさんありまして、めちゃくちゃ有意義な企画になったなというふうに思っております。視聴者の皆さんが選ぶベストアイドルソングは右上の情報ボタンからアクセスできる募集要項をお話した動画のコメント欄で確認することができますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ただ、一つ残念だったのは、僕が募集要項でお話ししたルール、対象となる楽曲、それに当てはまらない曲を、おすすめする方っていうのもまあちらほらいて、まあ人の話は聞いてほしいよなっていうのはちょっと思いました。まあ一般人とかそのアイドル、そのグループに興味がないっていう人はファンを見て、そのアイドル、そのグループを、判断しますから、まあ、僕は正直このグループのファンは話が聞けない人が多いんだなとか思っちゃいました。それってすごくマイナスなことだと思うので、まあ、心当たりがあるという人は、まあ、頭の片隅に置いといていただければ嬉しいなというふうに思います。今回は、ランクインさせられなかった曲っていうのももちろんたくさんあるんですけれども、あくまでもこう形式上順位はつけていますが、僕の個人的な趣味っていうのと、あとはこの曲についてこういうお話がしたいっていう、その気持ちを優先して、ランキングつけてますので、気楽に楽しんでいただけると嬉しいです。それでは発表していきます。第5位。ターニングアップ嵐。ついに、ストリーミングサービスでの楽曲配信を一部解禁したジャニーズ嵐。このターニングアップっていう曲は、曲の内容自体が配信始めますよっていう、まあ、そのことを言っている、そんな歌になっていて、曲の良さっていうのも、まあ、もちろんなんですけれども、日本の音楽シーンにおいて、意味のある、転換点になるような曲になるんじゃないかっていう、まあ、そういう視点で、この曲5位にランクインさせました。楽曲分析の企画で、この曲の魅力については詳しくお話ししてますので、ぜひそちらの動画ご覧ください。続いて第4位、ロケットクイーンフューチャリング MCU チームシャチ。いつの間にかグループ名が変わっていたチームシャチ。もともとはチームシャチホコというグループ名で活動していたグループです。ももクロを筆頭とした、スターダストアイドル、まあ、スタダアイドルの中では割とベテランのグループかなっていうふうに思います。視聴者の方から寄せられたコメントの中からこの曲はピックアップしました。上半期のベスト5企画では同じく、スタダアイドルのエビチュの楽曲を選んだんですけれども、スタダアイドルの音楽ってやっぱ面白いなっていう風に改めて思いました。音楽的な才能と才能を掛け合わせて、それをアイドルっていうフィルターを通してエンタメとして発信していくっていう、まあその一貫した姿勢っていうのが見えて、この曲も聴いてて思わずもう音楽人として音楽好きとしてニヤニヤしてしまう、そんな曲でした。この曲は人気ゲームロックマンとコラボレーションした楽曲のようで、ロックマンとコラボしたミュージックビデオと、吹奏楽部とコラボしたミュージックビデオと、ライブミュージックビデオと、3パターンのミュージックビデオが公開されており、そのアプローチっていうのも非常に面白いなというふうに思いました。で、楽曲自体も結構渋いことやってるなっていうふうに思って、誰が作ってるのかなと思って調べてみたら、作詞が新藤春一さん、作曲が本間明光さんと、ポルノグラフィティのコンビで作ってる。そこに、フィーチャリングアーティストとしてキックザカンクルーの MCU さんが参加してると。まあそりゃそうよなっていう、なるほどなっていうメンツでした。ただこんなに面白いことやってるのに、今回の企画で視聴者の方に教えてもらうまで僕この曲知らなかったんですよ。一回も聞いたことなくて、普通に生活してる中でこの曲耳にする機会っていうのが全くなかったんですね。まあ僕それなりにアンテナは張ってる方だと思うんですけど、そんな僕の前を一度も通り過ぎなかったっていうのは
ちょっと問題かな、それってどうなのかなって思う部分もありまして、多方面とコラボレーションして、お金も時間もかけて、音楽好きにも響くような渋い曲を作っていて、もういろんなとこに届けっていうようなやり方をしたにもかかわらず、聞けば、あ、面白いじゃんって思うような僕みたいな人には届いてなかったっていうのは、やり方の問題なのか、規模の問題なのか、まあ、チームシャチの制作スタッフはもちろんですし、チームシャチを応援している人たちも、なんか拡散の仕方っていうか、そのグループの魅力の伝え方みたいなのをちょっと考えた方がいいんじゃないかななんていうことを、まあ、大きなお世話かもしれませんが、思ってしまいました。続いて第3位、0と1の世界、リンゴ娘。こちらも視聴者の方から教えてもらった楽曲です。青森県のご当地アイドルのようで、作詞作曲を多田慎也さんが手掛けている楽曲です。プロジェクトの規模としては、すごく小さいグループだと思うんですけれども、一人のソングライター、まあ、多田慎也さんっていうソングライターの力で、これほどまでも作品のクオリティって上がるんだなっていう、そういう面白さが、一番、感じたところでした。まあなんか弱小の野球部に、中学全国制覇した、4番ピッチャーが入ってきて、甲子園連れてっちゃうみたいな、そういう感じ。必要なところに必要最低限の時間とお金を割いて、で面白いことっていうのに誠実に向き合ってやっていけば、ある程度の資本力の差っていうのは埋められるのかなっていう、今の時代、まあインターネット、SNS 使って、遠くの人にどんどん作品届けることできるので、物はやりようだよなっていうのを強く感じました。そして、必要以上にプロジェクトの規模を大きくしすぎないローカルアイドルとしてのサイクル、愛され方っていうのをしっかり確立しているっていうところも、素晴らしいなっていうふうに思いました。ここで、番外編一曲皆さんにご紹介したいと思います。紹介する曲はアンダーグラウンドフィーバー。これも視聴者の方から教えてもらった曲なんですけれども、なんとタイのアイドルグループだそうです。めっちゃシティポップスで、めっちゃ AOR で、僕タイのポップスなんて聞いたことなかったんで、あ、こんな音楽やってるんだ、やるんだっていう、めちゃくちゃ面白かったです。超新鮮でした。なぜかどの曲のミュージックビデオにもこうタイトルのところに鍵カッコ付きでオフィシャル MV っていう風に入ってたりとか、ダンスもちょっと独特だったりで、まあお世辞にも、クオリティが高い、めちゃくちゃこうビシッと揃ってるってわけじゃないんですけど、なんかそういう細かいところ、見ていくと、アイドルっていう共通のフォーマットがあるからこそ、異文化に対して理解が進むっていうか、そういうところはすごく面白いなっていう風に思いました。聞いたことない、知らなかったっていう人はぜひぜひチェックしてみてください。続いて第2位、不能ではいられない、吉本坂46。ここで、現在のアイドルシーンで一番お金と人を動かしている、秋元康プロデュースアイドルから唯一のランクインでございます。この曲めちゃくちゃいいなっていう風に思いました。僕最近秋元康プロデュースのグループのアイドルの楽曲、その曲の音楽面にもうあんまり期待しなくなっちゃってて、まあ誰々が可愛いとか、その人とかグループが作るストーリーっていうのをエンタメとして楽しむっていうことはあっても、もう音楽としてはちょっとクオリティ低すぎるよねっていうか、もう製造工程としていいものができにくいサイクルっていうのが生まれちゃってるよねっていう風に感じる部分がすごく大きかったんですけれども、この不能ではいられないっていう曲は音楽作品と言えるだけの熱量がしっかりあるなっていう風に感じました。芯が一本通ってるんですよね。吉本坂のことは僕あんまり追っかけてなかったんで、どういう経緯でこの曲に至ったのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、吉本って実は結構昔からちゃんと音楽やってて、ちょっと独自の動き方してるんじゃないかな、いい意味であんまりこう干渉を受けてないというか、あとは圧倒的にメンバーが素人すぎるっていうところで、作品作りに時間をかけざるを得ないっていう事情もあるのかもしれません。それがいい風に働いてるんじゃないかなっていう風に感じました。僕が思う音楽作品、まあアイドルポップスとしての最低限のハードルっていうのをクリアしてしまえば、やっぱりグループとしての個性とか、人の面白さとか物語性っていうのは
素晴らしいものがあるなと。秋元康さんのプロデュースには、根底にアマチュアリズムっていうのをどういう風にエンタメとして見せるかっていうのがあって、まあ AKB っていうのももうまさにそれだったんですけれども、今その魅力を一番体現してるっていうのは吉本坂46なのかなっていうのことを思いました。ダンスはキレッキレに踊ってる人とただジタバタしてるだけっていうような人が混ざってるし、でもそれを面白く見えるように撮ってるし、曲も EDM だったり K-POP だったりちょっとグローバル意識した要素っていうのを見せながら日本的なおふざけ要素っていうのも入っててすごくいいなっていうふうに思いました。素人っぽさっていうのを売りに勝負したらちょっとこの曲、このグループには勝てないんじゃないかなって思わせるような一曲でした。それでは第1位発表したいと思います。第1位は Feel Special TWICE。 まあこれをアイドルっていう枠で、日本のグループと比べるっていうのはちょっとかわいそうなんじゃないかなって思うぐらいの、圧倒的な完成度。まあ、K-POP っていうのはアイドルっていう体裁はしてるんですけど、もう日本のアイドルポップスとは製造工程っていうのも全然違うので同じようには比べられない部分っていうのはあるんですけれども、この曲本当にかっこいいな、すごいなっていうふうに思ったので第1位としました。僕今年に入ってからアイズワンをきっかけに K-POP っていうのをちょくちょく聞くようになって、でアイズワンのお話っていうのをこう動画ですると、そのコメントにTWICE はどうですかみたいな、 TWICE も取り上げてくださいみたいな、のが結構ねついてたんですね。でぶっちゃけ実は僕 TWICE あんまりピンときてなくてお茶濁すのが結構大変だったんですけど、それなぜかっていうとこれ僕のまあライトなリスナーとしての印象なんですけど、 TWICE ってK-POP 的な可愛さっていうのの王道を進んできたグループだっていう風に僕は感じていて、その K-POP 王道の可愛さっていうのがあんまりハマってないんですよ。なんか色彩感覚とかよくわかんないし、どこの国のスクールライフだみたいな世界観っていうか、ああいうのがねなんかちょっとしっくりこないんですよね。なんですけど、TWICE 今年に入ってリリースしたファンシーっていう、曲、まあそのミニアルバムからちょっとイメチェンした感がありまして、そのイメチェンした今のバランスっていうのが僕すごく好きなんですよね。で一回あ、なるほど、分かったぞ TWICE の魅力ってなったら、こういろんなところにこう気づけるようになってきて、特にすごいなってっていう風に思ったのはダンスですね。一糸乱れぬっていうのはこのことかと。僕はダンスの専門家ではないので細かいこと分かりませんが、ダンスを見てその踊ってる人たちがどういう風に音楽を感じてるかっていうのは読み取ることができるっていう風に思ってるんですね。音楽の感じ方とか音楽の解釈っていうのが乱れてない、それがバチッと全員合ってるっていうのがすごいなっていうふうに僕思いました。2位の吉本坂46がアマチュアリズムを今一番体現しているとしたら、プロフェッショナリズムってこういうことだよねっていうのがこの1位の、フィールスペシャル、まあ、そういう視点から、この曲を1位にしました。いかがでしたでしょうか。最後にもう1曲だけ番外編として紹介させてください。僕の好みってこういうのですよ。もう純粋にこの曲好きなんすよっていうのを一曲紹介したいと思います。それが、ウンパウンパレッドベルベット。ランキングの中でちょっと K-POP の割合っていうのが高くなりすぎるのもどうかなっていうふうに思ったので5曲の中には入れなかったんですけれども、僕多分一番聴いたのこの曲かな。なんか細かいこと抜きにして、あ、俺こういうの好き、まあそれはもう音楽がまあもちろんなんですけれども、まあ MV の雰囲気だったりとかメンバーの感じだったりとかも結構好みだったりとかして、もうこの曲好きですよっていう、まあそういう尺度で言うと、一番かなっていうところで、最後にこの曲紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。紹介した楽曲のミュージックビデオのリンク説明欄に貼っております。さらに、紹介した曲は Spotify のプレイリストにもまとめています。そのプレイリストの URL っていうのも説明欄に記載してますので、ぜひぜひ、チェックしてみてください。ありがとうございました。また明日。